はい、皆さんこんばんは、ゆきあみです。今日はガンダムバトルオペレーションネクスト行ってみましょう。新しい機体の方ね、完成してるんでね、使っていきたいと思います。ソードストライクです。ステータスの方はこんな感じで、はい、ノーマルはこんな感じですよ。で、走行強化型1でいきたいと思います。あ、それ用にね、マスタリーシートとか、モジュールボードの方は、ちゃんと格闘機用にね、ちょっとこう、特化したような形になってます。さて、問題はね、倒せるかどうかだよね、敵を。しっかりいけるんだろうが、ゆきゃみね、この格闘機というのはすごい苦手でしてね、グフカスタム、カスタムじゃない、ただのグフを使った時もね、なんとか、まあ、使えてたけど、今みたいにね、強力なビーム兵器が大量にあるような時にこの格闘機で挑めるかっていうね、ちょっと自信があんまないんですよね。いくら格闘補正ついててもね、このもし格闘が当たったらね、もう400とか500食らうんだよとか、それでもちょっと多分どっこいどっこいじゃないのかなと思うんでね、多分普通に切ってもみんな装甲も最近硬いんでね、どこにも高いし、走行もまあ大体100、どうだろう、ダメージ与えても100くらいしか減らないんじゃないかな。バスターがいたね。いや、バスターもね、汎用でビーム兵器ありゃなんとかなるかなと思えるんだけど、普通にやったらね、多分負けちゃうような気がするな。これでどうだ。よし、バスター落ちてろ。中継地点を奪われました。ナイスだ。意外とね、やっぱり追跡してくれますね。こうホービング効果があるというかね、こうやっぱりね、なんだっけな、マスタリーシートの方でね、格闘の方にちょっとこうなんか追跡機能というか、相手に狙っていくのがちょっとこうしっかりねついていくようになってますので、ほらね、ある程度ね。いいね、味方。全然ユキャミ活躍してないけどね。ひどい。これじゃダメだ。ちょっと一体ぐらい切り裂かないとやってられない。ウィングが来た。まずはね、バルサンでしっかり動きを。おーし、ナイスナイス。これでいい。ユキャミがちょろちょろ敵を上を動くことで味方がやりやすくなるなら、それはもう本望ですよ。よし、もちろん。いけるか。当たらないね、やっぱ。そう、こういう時ね、変形機体やっぱりいいなと思いますよ。追撃してった、あの味方。すごいな。おお、捕まえてる。ナイス。これでね、ブーストを残しておけばまあ倒せるでしょう。すごいすごい、あのゼータ扱う人なかなかいい腕だ。素晴らしいぞ。あ、これはこっちに来てるね。おー、バスターじゃん。いった。あ、危ない危ない。もらった。あ、いててててて、これはまずいよまずいよ。ザクもいるよ。まずい。あんね。嘘、ガードしたのに壊された。本当かよ。とんでもねえ威力だな、やっぱ。ガード突破されるんだね。まずいな、あれはちょっと無理か。さすがに1対3になってるところ援護にしても、これじゃちょっといけないな。これね、イケミが汎用とかならね、救援にすぐ行けるんだけど、なんせこれですからね。この動きの鈍さですよ。ほら、もう着いた頃には戦場が終わってるっていうね、大体。厳しい。いや、まあ勝ちには勝てるんだろうけど、1機ぐらいなんかこうバッチリ切り裂いてやりたいんですけどね。怖い怖い、なんか狙われてるよ。
中継地点を奪われました。さてどうやって牽制しながら倒すかだね。さあこの辺りから攻めようか。味方が撤去よね。ランナーゼロ。あいたたたた。くそ、バルカンでひるまないね。あれなんでだ。バルカンでひるんでくれれば格闘に持ち込もうという南の方計画がね、なかなかこれじゃうまくいかないじゃないか。ガーッ、あれビームだったらあっさりひるむっていうね。なんでだ。これであまりソードのバルカンってひるまないのかな。これでひるまなかったらお前どうすればいいんだ俺の計画がね全然狂うぞ。とりあえず勝ってるからいいか。よし、とりあえずな、もう何機か切ってやりたいな。どこだどこだ、どこ行った。あ、ここか。ここにいるんだな。当たらなかった。うわぁ、ザクいっちゃうね。さあ、どうする。中継地点を奪われました。ここ、あー違うな。もらったって思ったらいない。あいててててててて。こうなりゃこれだ。もらった。いてててててて。え、これは今のは誰が誰が一体撃った。味方か。中継地点を奪われました。中継地点を占拠。中継地点を奪われました。すごいナイスだ。ちょっとやられそうだったから助かった。よし、この調子かな。結構突っ込んでいくことで味方を支援するような形になってるね。突撃兵だな今日は。全然撃破できてない突撃兵だけど。雪闇が突撃することで敵が雪闇の方に向き集中意識が向き、味方が援護できるっていう状況になってるな。これじゃダメなんだけどな。もうちょっと普通に敵を倒したいぞ。あ、どこにいる。あ、こっちにいるぞ。あ、待って待って、あそこに、あそこにあんなものがいるじゃないか。マスターがいる。中継地点を奪われました。あ、その前にめっちゃ狙われる。あ、同じ格闘機のグフじゃないか。グフカスタム？やりたかった相手だ。あれ、あれ、先生、どういうことか。切り合いしてるせいかね、もう味方にも切られ、味方を切りの状態だよね。お、あれは。もらった。よし、こいつは、あれ、終わった。終了。なんかあんまりいいところ見せられなかったな。本作戦は、まあ、とりあえず勝ったということで OK かな。さすがですね。全然 OK じゃねえな。これまたダメだって言われそうだな。格闘技ほんと難しい。当てれるとこは当てれたんだけどね、撃破までは持っていけなかったですね。難しい。もうちょっと機動性あってもいいのにな。そうだね、結構難しい機体だなっていうのが印象です。1機ずつ、1機損壊、1機撃破しかしてないですもんね。難しいということがもうほんとわかりますね。いやー、これは難しいわ。今回の戦闘報酬です。これはね、またそのうちね、ちょっとうまくできるようになったら、見せたいと思います。それでは皆さん、おやすみなさい。